東都海の国堀越という一府に終身世子こと諸国百物語は遠方5年4月に刊行された日本の怪談集全員五巻各巻20話構成で全100話著者編者ともに負傷江戸時代に流行した百物語怪談本の先駆けといえる書物でありその後に刊行された多くの同系統の 怪談本にも大きな影響を与えたと言われる。本書の序文には、新州諏訪で武田信幸という名の浪人者を中心とした3、4人の旅の若侍たちが100物語怪談会を行い、その内容を記録したものが本書だとある。実際には、本書の内容は、それ以前に刊行された怪談集から引き写したと見られる話も多く、中でも、 漢文3年のソロリ物語からの採用と言われる話は21話にも及び他にも因果物語、宿直層などの古書が出書と見られる話もある。そのため、階段会の執筆記録というのは作り話であり、階段会という形式のみを尺用したものと考えられている。本書の伝本は極めて少数であり、現存する漢本は、 東京国立博物館の造本が唯一である。本書は二つの大きな特徴において評価されている。第一の特徴は、江戸時代当時に人気を博していた、百物語の名を、いち早く題名に用いたことである。本書以前に、万次年間にも、百物語と題した半本が出版されているが、これは、階段ではなく昭和集であり、怪談集としての、 百物語は本書が講師とされている。また、本書以降、百物語の流行に伴って、百物語を題名に用いた多数の怪談集が刊行されたものの、実際に全100話の怪談を収録したものはごく稀であり、中には、教法17年刊行の太平百物語のように100話の半数の50話しか収録されていないものもあるが、 諸国百物語は、題名に違わず、全百話が収録されており、現在確認されているものの中で、全百話の怪談集は、本書が唯一とされている。第二の特徴は、これも題名に、諸国とある通り地域を特定せず、北は、東北地方から、南は九州まで、日本各地の怪談を扱っていることである。このように諸国の様々な談話を一つの書物に、 集約するという手法は古典の説話集の伝統に基づいたものではあったが、当時としては新しく目覚ましい手法であった。幽霊、妖怪、動物の怪異といった階段で構成されているが、室町時代、戦国時代までの説話集で流星を極めていた妖怪や地味猛猟の話が減少しており、代わって無残に痛めつけられた人間の幽霊。 音量などを扱う話が、全体の3分の1を占め、特に女性の幽霊譚が多く見受けられる。これは、自然界の脅威の象徴とも言うべき妖怪に対し、当時の人々の関心が減りつつあり、江戸期にガト百鬼夜行などの妖怪画集が観光されたように、妖怪は、脅威より、むしろ好奇心の対象へ移行したことや、 それら妖怪などに代わって人間の因謀の恐ろしさ、女性の嫉妬や囚人による幽霊譚などが怪談会の主な話題となったためと考えられている。小笠原殿家に大坊主化け物のこと当時の人々の感覚を現代に伝える話も多い。例えば、小笠原殿家に 大坊主化け物のことなど、大坊主の妖怪の登場する話は、当時の僧に対する、庶民たちの不別や敵意を反映したものであり、キリシタンの処刑場で、会議の起きる、キリシタン宗門の者の,の幽霊のことは、キリシタンバテレンを、魔性の者と解釈したものと言われている。全員百話を締めくくる百話目。 百物語りをして復帰になりたることは、大の通り百物語を行うことで富を得たという話である。伝承上では百物語を終えると怪異が起こると言われるが、逆に富を得たとする話を百話目に用いるのは、そうした怪異が現実に生じることのないようにとの一種の魔除けの意味との説がある。江戸当時には、前述の原尊本の書士により後に、 新諸国百物語が刊行されており、本書がいかに好評であったかが伺いしげる。この人気の要因は、江戸時代は遠隔地への旅行もままならなかったことから、当時の人々にとって、遠方の国々は想像も及ばない一種の異界とも、いえ、本書のように諸国の出来事を綴った書は、読者に対してまだ見たことのない国々の魅力を与えるものであったこと、加えて、 ほとんどの話がどこの土地でどんな人物が遭遇した話であるか記されているため、リアリティに富んでいることが読者の目を引きつけたためと考えられている。本書の記述上の思考は当時の読者たちに受け入れられたことから、後の怪談本に与えた影響も大きく、この思考を受け継いだ書も多い。諸国の話集という形式を受け継いだとされるものには、伊原西覚による、 最核諸国話、一宿道人懐せずり、本書同様に干末に復帰、出世などの話を用いている話集には、おとぎ百物語、太平百物語などがある。教頭当院カタリン社のこと、キリシタン宗門の者の幽霊のこと、安倍高志美アウヘが妻の怨霊のこと、浅間のシャバケモノのこと、百物語りをして復帰になりたること。ありがとうございます。